する TV。 ずるずる。どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、本日はね、あの栃木方面にちょっとラーメンすすりに行こうと思ってまして、今ね佐野のサービスエリア寄ってるんですけど、よく聞きません？あの佐野のサービスエリアのラーメンってうまいみたいな話。なんか僕なんやかんやでね、佐野のサービスエリアのラーメンちょっとすすったことがないので、本日朝から東京出てきてまして、現在ね、まあ、朝の10時ぐらいなんですけど、ちょっと佐野のサービスエリアで、ね、朝ラーかましたいなということで向かっていきましょう。というわけで佐野ラーメン佐野屋だって、まあ佐野ラーメンでいいかな。がっつりもやしラーメン、あこってりラーメンもまあ悪くないかもしれんけど、お願いします。はい、こちらです。 ありがとうございます。いただきます。さあ、というわけでこちらが佐野ラーメン佐野屋さんのラーメン。なんか佐野ラーメンっぽくないビジュアルですね。結構どっちかというとなんか鶏醤油ラーメンとかそういう系のあっさりしたビジュアルですけど、果たしてどんな一杯やってるのか早速進めてみましょう。いただきます。まずはスープからいってみましょう。ああ全然悪くないっすね。サービスエリアのラーメンって考えたら、てかスープ炊いてましたからね、なかなか珍しいサービスエリアで。うん、うまっ。こういうのでいいんだよなっていう味。麺はねちょっとこの透き通った感じの平打ちのピロピロ麺になってますけども、うん、麺と一緒にするとやっぱよりスープのなんか旨味が伝わってくる気がする。あ、全然うまいな。うん、ちょっと魚介効いてますよね多分。なんか麺すするとね、鶏だけじゃなくてちょっと魚介っぽい風味が上がってくる感じするんだよな。まあチャーシューはいわゆるちょっときっしりしてそうなノスタルジック系のチャーシュー。うん、うん、チャーシュー柔らか。あと丼ちょっと小さいかなと思ったけど、麺量結構入ってんだよな。食べ進めれば食べ進めるほど麺が出てくる。佐野ラーメンの連想好きなんだよ。というわけでね、先ほど佐野サービスエリアで佐野ラーメンいただきました。いや、なかなか美味しかったですね。サービスエリアのラーメンとしてはもう満点っていう感じじゃないですか。なんかほんのり甘みがある感じがちょっと佐野ラーメンとは違うかなとも思ったんですけど、まあ、全然あれはあれでありだなという一杯をいただきまして、はい。でさすがにね、サービスエリアのラーメン1本じゃ終われないだろうということで、まあ、本日の本命ですね、こちらドン。車がないと行くのは難しいです。栃木県宇都宮市 JR 岡本駅から車で10分くらいのところにありますリンボスさんにお邪魔してます。まあ、このリンボスさんなんか比較的新しいお店で2021年の12月オープンということで、かなりね新しめのお店となってるんですが、まあ、とあるねラーメン屋さんの紹介でちょっとここのリンボスさんちょっと行ってみてっていう声があったんで、ちょうどちょっと宇都宮方面に用事がありまして、まあ、せっかくなんでこのリンボスさん寄ってから行きましょうということで、とりあえず向かっていきましょう。レッツゴー。さあ中華そばリンボスさん、初決戦です。今回は味玉鶏中華そばの醤油をプッシュしました。さっきラーメンをすすったばかりなのにもうラーメンをすすりたい、ラーメンってほんと無限にすすりたくなるよねなどと申しながら待ってるぞ。こちらが中華そばリンボシさんの味玉鶏中華そば醤油です。中心に星が描かれたナルトが特徴的な一杯で、スープ表面は油がいい浮き方をしていてキレがありそうな醤油色をしている。大きく乗ったチャーシューと長いメンマも食欲をそそってくるじゃんってことで、いただきます。ではまずスープから。うおー、ビシッと味が決まったコクとキレのある雑味のないクリアな醤油味で、チー油の風味や鶏感はそこまで強く感じられるわけではありませんが、醤油がしっかり効いているおかげで旨味はどしり、物足りなさもなく、今日が世界ゴリラの日ということも忘れてポッとします。さあお次は麺をリフトアップ、みんなに見せたら、はいそろそろ佐野ラーメンではないですが、佐野ラーメンらしさのある平打ちのピロピロ麺でビロンと暴れるすすり心地がこれこれとうなずける。コクとキレの共存する醤油スープの持ち上げもよく、もちもち食感のうまい麺、海苔の磯感くんも発動させてずずいと駆け抜けていく。ヤンシー&マリコンヌも貧乏症で祝ってくれます。
さて今度は長い方先めま、シャキシャキ食感でスープもいい具合に染みており、メインを張れるトッピング、増せるなら増してもいいくらいのやつです。さあ続いてどでかいチャーシューに登場してもらい、一気に一口でガブリと食らいましょう。鼻の中を抜けていく燻製の風味が心地よく、吊るし焼きにして作っているとのことで香ばしい味が広がります。こういった一手間によってトッピングが映え、そしてお店の方のこだわりや熱意も伝わってきます。てな感じで本日2杯目のラーメンにもかかわらず、なかなかのハイペースで進っていけ、まるで東京と栃木をつなぐ新幹線やまびこのように俺とラーメンをつないでいく。星でおしゃれをした可愛いナルトもパクリと食らって、ラストはあずま、しっかりめに味がついていて結構パンチがあり、最後のお見送りを手厚く受けたところで本日も完食です。大変美味しくすすれました。ピロピロ麺からは佐野ラーメンらしさを感じさせる一杯でした。それではごそれ、はい、ごちそうさまでした。というわけで中華そばリンボシさんに行ってきたんですけれども、意外とうまかったですね。意外とって言うと失礼だけど、まあおすすめでね、ちょっと紹介されていったので、そこまでこうめちゃくちゃうまいだろうなみたいな感じで超期待してたわけではなかったんですけど、いやうまかったですね、うん、スープ一口飲んだ時に結構醤油感ブワッとこうなんか口の中に広がるような感じで、なんかちょっとね店員さんに聞いてみたんですけど、この醤油がね、この地元の醤油を使ってるらしいですね。なのでいわゆるこうなんか何ですか、こうキリッとねキレがあるようなタイプではなくて、このなんかじわーっとこう何ですかね、口の中にこう広がるような醤油の雰囲気、あの感じ全然僕好きだったんで、まあ、ちょっと本当にプチご当地感というかね、まあ、醤油でこうご当地感を得られるっていうなんか嬉しさはありましたね、うん。まあ、麺もねしっかりと手揉みされたピロピロ平打ち麺となってまして、あの麺とねあの鶏ベースの醤油スープはもう外さないかなっていう感じで、まさにもう鉄板の組み合わせでしたね。あとね大盛り無料のお店だったんで、後から来たちょっと地元のお客さんっぽい方々はみんな大盛りにしてましたね、うん。なんならちょっと俺も大盛りすればいいかなと思いました。若干もうちょい麺の量あってもよかったなと思ったんで、まあ、せっかく大盛り無料なんでね、まあ、いっぱい食べる人はもう絶対大盛りにした方がいいと思いますね、うん。まあ、強いて言うならネギ入りすぎかなぐらいですかね。なんか結構やっぱラーメンとスープがしっかり美味しいので、なんかネギの風味がむしろちょっと邪魔になってしまったからみたいなところがあったんで、ネギの種類なのか量なのか分かんないですけど、個人的にはネギがもう少し少なめでもよかったかなぐらいで、でもやっぱスープと麺のね完成度が高かったんで普通に美味しかったですね。チャーシューもちょっと食べた瞬間にこう燻製みたいな香ばしい香りがして、吊るし焼きで作ってるらしく、薄切りでちょっとこうシルキーな食感で、あの燻製みたいな風味がね漂ってくるんで美味しかったですね。まあ、このリンボスさんね、なかなかちょっと分かりづらい場所にはあるんですけども、まあ、大盛り無料だし結構お得なお店ではあるんで、見かけたらぜひぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうかということで、ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、中華そばリンボシさん、凛として咲く醤油のごとくや、凛として咲く花のごとく、めちゃくちゃ懐かしいですね。どうもチャルドーです。のびです。いや本日は旅しながら、はい、ということで、ね、吸ってますね今日も。吸ってます。ありがとうございます。コメ編、はい、皆様のコメントにする TV 編集生のびチャルドーが返信してこんなになっております。皆様コメントいつもありがとうございます。ありがとうございます。まずはこちら。はい。毛量ちょうだい。おお。まあね、おーじゃねえよ。まあね、まあでもよう分からんわ。分かりますよ、でも薄毛なんで、はい、あーそういうこと、はい、すするの毛量すごいから、あの本当にびっくりした。どうなってんのっていう毛量なんだ。毛ちょうだいとかで髪の毛ちょうだいじゃないんだ。量を欲しい。毛量ちょうだい。そうそうそうあんま聞かんけど、毛量ちょうだいよう分からんけどな。量欲しい。いや麺くださいとか分かるよ、うん、麺量くださいって言わんや。いやまあね、麺量はね麺量 100g ください言わんや。毛量ちょうだいよう分からん。毛量は別次元。白 T 残さず食べれる、白 T 汚さず食べれるのすごすぎる。あ、まあそれはね、まあまあまあさすがにね長年やってますから、うん、たまにあるけどね。全然飛んでる時あるよ、うん、全然ある。探してみてください。結構ねカメラどうなんだろうな、映んないのかな。映んないと思うよあのカメラだと。結構帰ってきたらついてるやんって時あるから。あ、そう全然ある。近くで見たら実はついてたりするんですよね。全然あるので、うん、まあでもそのなんか白 T になんか気負いせずすする、うん、この豪快にすする力を持ってますね。そう、それが素晴らしいです、うん、その気持ち大事なのは気持ち。ふう、さあこちら、はい、あれ今日すすりじゃなくて店員していいやん、本体どうしたんってことでね。昨日鈴木の動画なんだよな、多分スタバの動画 で、ね、あれ実はねこれちょっと情報解禁前なのにスルが勝手に来ちゃっただっていうね。なんで田舎もんなん。情報解禁前なんで、まあ、まあ近々ちょっとお楽しみにということで、まあ何かあると、何かあります、うん、もうスルがねもうなんじゃ、まあ